こんにちは、ナールスチャンネルの高橋です。ナールスでは毎月ナールス商品が当たる美容やエイジングケアにまつわるクイズを実施しております。今月のプレゼントや概要は最後にお伝えしますので、ぜひクイズの最後までご視聴ください。そしてクイズに挑戦された方はチャンネル登録もよろしくお願いします。今年も気づけば4月になりました。紫外線が日増しに強くなる中で気をつけないといけないのは何でしょうか？それはシワです。そこで今月のテーマはシワについてです。そして今回のクイズのヒントは、シワを取る消す対策は本気で、10の改善法と7の美容医療をご覧ください。では問題です。シワについて正しいのはどれでしょうか？次の3つの中から1つ選んでください。1、紫外線のうちシワの主な原因は UVA です。UVA は窓ガラスを透過します。だからシワ予防には、部屋でも太陽光を浴びる際は日焼け止めなどで紫外線対策をすることが必要です。2番、シワの原因は真皮の衰え、表情筋の衰えや異常皮下組織の衰えなどです。乾燥が原因でシワが目立つことはありません。だから保湿ケアはシワ予防にはなりません。3番、シワ改善が認められた成分を配合した医薬部外品を使えば、どんなタイプのシワも改善することが可能です。したがってシワの美容医療は不要です。応募期間は4月1日金曜日午前9時から4月28日木曜日午後5時までです。今月は正解者の中から抽選で3名様にナールスゲン&ネオダーミル推奨濃度配合のエイジングケア美容液ナールスネオをプレゼントします。こちらのナールスネオには、最近美容界で話題のペプチドが3種類、そして人型セラミドが6種類配合されています。シワのエイジングケアにはもってこいのおすすめの商品です。クイズの応募ページは説明欄に記載の URL からアクセスください。最後までご視聴いただきありがとうございました。たくさんのご応募をお待ちしております。そしてこの動画をまたやってほしいと思っていただけましたら、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、ナールスチャンネルの高橋でした。